数々の伝説を残してきた彼女が今再び動き出す。彼女の次なる挑戦とは。福井さん、かなさんが今やりたいことは何かありますか？私、はい、トランポリンをすごくやりたくて、子供の頃からやってみたいなと思っていたし、本当に憧れ。あれ、舐めちゃダメだろ。ちょっと飛んだだけでもめっちゃ怖いから。やっぱり多少トランポリンになれるにはやっぱり 2,3 ヶ月。いざやってみると、いや、これものすごいハードだし、腰は痛いし、怖いし、何もできないし、ちょっとどうしようかなっていうのが正直なところですね。まあ、でも一度決めたことなのでやります。運命の日は12月11日木曜日、東京浜松町文化放送1階サテライトプラスから公開生放送。今新たな伝説が生まれる。俺知らない責任持たないね。